中国の電気自動車業界は不況に陥っており、中国の電気自動車のバッテリーの大手メーカーであるネイトク時代は受注が大幅に減少し、2、3ヶ月の休暇に入る部門もあります。複数のメディアの報道によると、中国の電気自動車のバッテリーの大手メーカーであるネイトク時代は新エネルギー車市場の不況により受注が大幅に減少したため、従業員の残業時間も減りました。収入が明らかに減少した原因で退職を選ぶ人もいるといいます。一部のネイトク時代の従業員はインタビューに対して、この前は1日12時間働き、1ヶ月28日働いていました。しかし現在は週5日、1日8時間になりました。また2、3ヶ月の休暇に入る部門もあるとし、以前は労働時間が長く大変だったが月に6000元もらえる、今は週5日、8時間制で保険や各種の税を差し引いた後、4000元程度しかもらえなくなった、全く稼げなくなり多くの人が退職したと述べました。